ございます。本日は、南富良野町かなに来ています。これからシャマンシャ岳、タケノコ山登ってその後シャマンシャ岳に縦走しますね。今日もソロです。なんかちょっとした道の最終除雪地点まで来ました。こんな感じの場所。じゃあ行ってきます。登り始めのところはまだ笹が出ていて雪は少ないみたいですね。しばらくはすごい傾斜の緩やかな道を行く感じですね。太陽が出てきた。気持ちいいわ。地図にはなかったんですけど、なんか横に走ってるのが林道ですね。多分林道っぽい。ほら道が広いね。行き先はこっちです。誰かの忘れ物っぽいですね。ハンカチっぽいのがぶら下がってる。今日はヤマップのカオボンさん、カオボン先生のロゴをですね、ヤマップの地図にダウンロードしてきて、その道の通りに進んでいます。あ、大きい斜面が見えてきました。広い。さすが普段の寒い。すっごく寒い。右の斜面が今日下りに使う斜面ですね。なかなか開けたいい斜面です。結構左も良さそうだけどな。いや今日めちゃくちゃ寒いんだけど、ほら雪がふわふわサラサラなの。スキーの板の上に普段雪結構くっつくんだけど、ふわふわ。ただいまね、標高約870メートル地点にいます。だいぶ登ってきたわ。後ろ見えるかな、この上にあとちょっと登っていきます。下からすごい風が吹き上げてくる。すごいすごい。寒い。太陽が出てきた。これからいい感じに晴れると思うな。綺麗。なんか向こうの方にね、亀裂みたいなのがあるのでちょっと近づいてみます。ご覧ください。もう手前から亀裂ですね。これ亀裂、ほら亀裂が入って、あの辺ドーンと大きい亀裂が入ってるんだな。恐ろしいね。落ちた気がする。やっと稜線まで上がってきました。景色はなかなかいいですね。よいしょ。すごい綺麗。これはダイヤモンドダストか。キラキラしてビデオに映ってるか。ダイヤモンドダストだ。向こうがタケノコ山ですね。ちょっと雪庇があります。ああいいね。ちょっと雲あるけど大丈夫。右から青空が来てるから。いや青空が来てるんじゃなくて雲が消えてるんだけどね。よし、雪庇したこんな感じになってます。キラキラして綺麗。超寒いけど綺麗だな。
ちの方があとちょっとタケノコ山なんだけど、上に上がったら一気に風強くなって寒くなるので、ちょっと防寒対策してから行きます。でその後稜線をたどってシャマンシャ岳に向かいます。うわ風強いわ。ちょっと上がったら、タケノコ山山頂に来ました。イエーイ、風強い。さあ、あの看板はないんですけど、標識はないけどね、タケノコ山山頂です。いい眺め。柿の子山からシャマンシャだけまでが結構降りますね。降りてのお迎えします。はい、行きましょう。はあ、いよいよあっちがシャマンシャだけ。天気がいいぞ。こっちの方から風吹いてるけど、雲はしばらくないからずっと晴れそう。最高。いよいよ頂上手前です。風が強い、寒い。あったかいグローブしても手が冷たくなるほど寒いよ。マイナス25度。いやもうそんなにないかな。マイナス20度いってる。寒い。あと少しと思うんだけど、まだ続きがあるので、まだ頂上じゃないです。あとちょっと。いや今いるとこ全然風の影響を受けないんだけど、雪庇の隙間から風が猛烈に下から吹き上げてきていますね。あとちょっと行ったらめっちゃ風強そう。少し休憩しよう。あっちが頂上です。あとちょっとだ。さあ山頂まであとちょっとだけ。すごい爆風で、さすがに寒すぎて早く落ちるから閉じます。今ね、シャマンシャ岳から、タケノコ山の方に戻っているところです。タケノコ山行ってから滑走開始します。